どうも肉まんです。今回はコストコで買ってきた商品のご紹介をしていきたいと思います。コストコでは入り口で会員カードを提示するんですけど、先週からバーコードスキャンが開始されてました。バーコードスキャンをすることにより、その会員様が期限内の会員様なのかがチェックできるみたいです。これだと入店できないので、更新してから入り口に入るように言われてる方もいました。確かに会員が完全に切れてる方のレジとか大変そうなので、事前にチェックできるのはすごくいいなと思いました。まずは気になった商品からご紹介します。ワンプッシュ開閉軽量折りたたみ傘、お値段が1698円でした。日傘としても使用可能みたいです。こんな感じ4種類いろいろな柄が販売されてました。あとはティファール、キャストラインアロマプロシチューポット、お値段が3980円、マロン3点セットお値段が7468円、 IH ステンレスオブティースペースパンお値段が2698円でした。この中で特にシチューポットが気になりました。 IH 対応のもので、大きさは20センチです。適度な大きさだったのですごく使いやすそうでした。あとは野外暖炉、焚き火台、調理用グリル網付き、お値段が 28,800 円でした。ちょっと日本のお家ではなかなか使えない焚き火台なんですが、すごく大きく見た目良かったです。中で調理もでき、そしてお値段そこまでお高く感じなかったです。焚き火って見てるだけで癒されますよね。あとはロゴスフリースシュラフ、お値段が2880円、ロゴスウォッシャブル寝袋お値段が4998円でした。フリースシュラフの方はレッドとライトグリーンが販売されてました。見た目は私はライトグリーンの方が好きです。ウォッシャブルシュラフの方も見た目が良かったです。あとはステップ2ダブルスピンシャワー、お値段が6480円でした。今年も早々入荷されてました。暖かくなると販売される商品なんですけど、すごく人気商品なんですよね。ネットで買うと1万円以上するらしいんですけど、コストコでは半額近くで販売されてます。夏使いたいなと思ってる方は早めに買っておくのもいいかもしれないです。あとはスペイン産セラーノチョリソー 240g お値段が1280円、スペイン産セラーノサルシッチョン 240g お値段が1280円、セサミアソート 170g 2袋入りお値段が1680円、スペイン産ハモンセラースライス 300g 入りお値段が1948円でした。こんな感じでいろいろなお酒のおつまみが販売されてました。どれも美味しそうで、気になるのはハモンセラー、そしてちょっとコスパが良さそうなサラミアソート、すごく美味しそうに見えました。あとは庭園アトランティックサーモンハラス 100g あたり269円でした。産地はノルウェー産、スコットランド、アイルランドのものが入ってるみたいです。サーモンハラスはすごく脂が乗ってて、好きな人は好きな商品ですね。私は食べられないことはないですが、カリカリに焼いた方が好きでした。ちょっと脂多いんですよね。あとはニュージーランド産イキムール貝 800g 入りお値段が1580円でした。ニュージーランド産のフレッシュムール貝、生で養殖のものみたいです。バターとガーリックなんかで味付けしたら美味しそう。以前販売されてたこの湯煎するだけのタイプ、とっても美味しかったです。あとはチリ産メルルーサースキンパック 100g あたり248円でした。メルルーサ、ちょっと聞いたことがないお魚なんですが、白身魚でとっても美味しそうです。ムニエルにしたら美味しそうな見た目で、結構肉厚もあり食べ応えありそうでした。今度挑戦してみようかな。あとはカークランドウルトラクリーン洗濯洗剤152個入りお値段が3858円、カークランドウルトラクリーン液体洗剤 5.73 リットル入りお値段が3098円でした。以前私はこのカークランドのウルトラクリーンジェルボールの方を購入してました。前はこういう段ボール売りではなく容器に入ってたんですが、これは中どんな感じに入ってるんでしょう。洗濯洗剤だけで柔軟剤は入ってないタイプなので、
ちょっと好き嫌いは分かれるかもしれないです。あとは巻物4種、お値段が2580円でした。恵方巻きの内容のものが巻物4種として販売されてました。材料が余っちゃったんですかね。恵方巻き買えなかった方にはちょうどいいかも。あとはスターバックス折り紙スプリングブレッド20杯分、お値段が2398円。スプリングブレッド豆 1.13kg 入り、お値段が3088円でした。今回スターバックスさんから春バージョンが販売されてました。季節代わりに出る豆と折り紙の商品、人気商品ですよね。結構すぐ売り切れてるイメージです。あとはトラディショナルイングリッシュティー240個入り、お値段が2858円でした。こちらの商品以前購入したことがありますが、本当にいろいろな柄が販売されてます。今回こんな感じの花柄の絵でした。これは梅ですかね。あとは SSB 生組アソート720g 入り、お値段が1958円でした。中に入ってるのはマンゴー、ブドウ、バナナピューレ、まるで生組。裏面を見てみるとプリッと超フルーツ食感、皮も剥けるそうです。後ろのパッケージは一部分透明になってて、こんな感じで入ってるのが見えます。個包装で食べやすいサイズ感っぽかったです。すごく気になった商品ではあったんですが、グミで2000円、ちょっとお値段お高く手が出なかったです。美味しいんですかね。あとはフランスパンラスク48枚入り、お値段が1598円でした。ラスクのために焼き上げたフランスパン、こういう系の商品以前販売されてたことあるんですけど、とっても美味しかったです。ラスクって美味しいですよね。あとは温素アルカリ温泉成分詰め合わせパック42本入り、お値段が通常2398円のところ割引してて1888円でした。中には4種類の香りが入ってるみたいです。温素というとコストコオンラインショップ限定で販売されてるものを以前購入したことがあります。スーパーなんかでも販売されてる商品だと思うんですけど、お湯が柔らかくなりとろみも出て本当に温まります。入浴剤としては良かった商品です。私は個人的に濁り湯が好きなので白花の湯が好みでした。今回買ってきた合計点数10点、合計金額 16,361 円でした。それでは早速紹介していきましょう。まずはじめにメンズビオレ泡タイプオイルクリア洗顔、本体 150ml、 詰め替え 130ml 2個入り、お値段が828円でした。こちらの商品いつもリピートしてます。家族用の商品です。続いて韓国産ビビゴ贅沢アワビオイスターソース 350g 2本入り、お値段が通常1080円のところ220円引きしてて860円でした。1本あたり430円です。こちらの商品割引時によく購入してます。家族といつもシェアして使ってるんですが、本当に出汁が効いててとっても美味しいオイスターソースです。アワビと牡蠣の濃縮液が入ってるんですが、牡蠣苦手な私でもとっても美味しくいただけます。続いて韓国産新茎わかめサラダ 1kg 入り、お値段が1528円でした。以前から販売されてる茎わかめサラダの辛いバージョンが今回販売されてました。茎わかめサラダは以前購入したことがありますが、とっても美味しかったです。見た目は緑でそこまで辛そうではないんですが、唐辛子がいっぱい入ってるんですかね。開封編で食べていきたいと思います。続いてベルギー産ステファンデストリーフルールドセルチョコクッキー 500g 入り、お値段が1698円でした。パッケージ見るとところどころチョコが溶けてたんですが、見た目的には美味しそうだったので購入してきました。続いてピルボックスオマールエビのビスク10食入り、お値段が2280円でした。1食あたり228円です。ピルボックスさんからの新商品オマールエビということで、ちょっと1食あたりはお高いんですが、濃厚そうなスープでとっても美味しそうに見えます。これは飲むの楽しみ。続いてクゼ福商店プレミアムクゼ福のカステラ10切れ入り、
お値段が1880円でした。こちらの商品、先週から気になってた商品で買いたいと思ってたものです。レジ前に陳列されてて、なんとかゲットできました。ちょっとお値段はお高めなんですが、触った感じの質感からもものすごく高級感があふれてて、食べるのが楽しみな商品です。ぜひ見かけた方チェックしてみてください。続いてレモン紅茶カップケーキ6個入り、お値段が1498円でした。1個あたり250円です。こちらの商品、早い店舗さんでは2週間前ぐらいから販売されてる商品だと思うんですけど、今回ようやく出会えたので購入してきました。レモンの味がお菓子っぽくなければいいなと思ってます。続いてフロランタン18枚入り、お値段が2198円でした。1枚あたり122円です。久しぶりにフロランタンに出会えました。今話題の商品の中の一つの商品です。フロランタンはある一定の時期にしか販売されてなく、そして1日でも作れる数が決まってるみたいで、数も限られてます。ナッツ系の商品が好きな方にはおすすめです。続いてヘムルちゃんぽん 100g あたり124円、 2414g 入ってて2993円でした。今回シーフードがたっぷり入ってて、ヘムルちゃんぽん韓国の商品みたいです。海鮮系がたっぷり入ってるのでとっても美味しそうです。今回はこんな感じで買ってきたものは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。今回もいろいろな新商品購入できました。最近狙ってるスティックワッフルはやっぱり販売されてなかったんですけど、クゼフクさんのカステラ、そしてレモンケーキ、毎年話題のフロランタンが購入でき大満足です。フロランタンはちょっとお高く感じるかもしれないんですけど、1枚あたり122円でナッツがたっぷり入ってるんですよね。フロランタンは冷凍保存し、ちびちび大切に食べたいなと思ってます。もし見かけた方はぜひチェックしてみてください。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。また次の動画もお楽しみに。